はいこんにちは。 ええー、まあ、改めまして明けましておめでとうございます。ええー、新年はですね、ええー、並みと、そして、ええー、高砂の姉妹でちょっとお始めさせていただきましたけれども、お今回はですね、ええー、この、私があお稽古しております、能楽なんですけれども、これをですね、ええー、歌い、うんと僕ら言っています、数体であるとか、歌いであるとかって言っている、いわゆる、 脳のこの師匠、本をですね、えー、アカペラで歌うということを、これをですね、まあ、えー、歌いという言い方もするんですけれども、実は、洋曲、歌いの曲と書いて、洋曲と読むことがございます。で、これが、えー、細川雄斎という方がですね、昔々にですね、洋曲15曲というものを作ってられます。えー 用曲、この歌いを歌うことで15個、15個の、徳得が得られるというふうなことで、それを、まあ、掛け軸みたいにしたりとか、えー、されている方も多くおられまして、そういうふうな言葉がございます。で、それをですね、少しご紹介しようかなと思っております。はい、えー、このような、えー、ものでして、用曲15得とありまして、えー、まあ、 これをですね、うん、漢文だと思うんですけれども、これを読むのはね、ちょっとね、えー、私も、そこまで、えーえー、知識がないもんで、えー、なかなか読みにくいんですけれどもお、ま、ざっとご説明させていただきましょう。 まず最初の、この一番最初なんですけれども、これは、え、まあ、ここはですね、踏まずして名称を極むみたいなことをが書いてあるそうなんですけれども、え、要は,要はですね、 その場所に行かなくとも、その場所の風景であるとか、えー、そういうものが、えーまあ、ありありと書かれているので、それでわかることができる。いわゆるうー、その旅行とかに行かなくても、住むというふうなことですで。で、なかなか移動が制限されている状況下でおいて、まさにこれなんかは非常にいい言葉だと思うんですけれども、お ここに行かなくとも、この洋局を学ぶことで、こういうふうな名所がありありと見えてくるような感じです。家に至りて用紙が整うと。 おいうふうなことなんですけれども、お歌いを歌うときにはですね、やっぱり、えー、ちゃんと背筋を伸ばして、えー、お腹の下、丹田あたりに力を入れて、歌っていくわけですから、うーん、背筋を伸ばしたりとか、胸を開けたりとか、顎を引いてとか、そういうふうな形、それも含めですけれども、もう一点は、例えば、歌いを歌うときに、ジャージではちょっとなかなか歌いにくい。お腹の、なんか、なんて言いますかね。 力が入りにくいんですよね、えー、そういう意味じゃ、例えば、気、まあ、流しても結構ですから、少し帯を一,一本締めるとかしますとお、まあ、いわゆる容姿が整ってくるということになります。これはですね、旅に至りて、神明を得るというふうなことでして、えー、まあ、こっちの、これとちょっと相反することなんですけれども、脳ではですね、 旅のお坊さんがよく出てきまして、そのお坊さんが誰々と出会うことによって曲が始まっていくわけですよね。歌いを歌っている人、歌いを歌っている人を同士で集まることができたりとかすると、同じ趣味を持つ皆さんで一つのこのコミュニティが形成されるわけですので、そういうふうな、まあ、喜びかと思います。 で、次にですね、えー、学ばずして武芸を得ることができるということなんですよね。えー、例えば、うん、修羅物なんかでしたら、えー、前の動画でもお知らせ、うん、言っておりますけれども、例えば、汚染草立ちにしてですね、えー、相手を切るとかですね、例えば、半身っていうのはたくさん出てきます。半身っていうのは足がこう、半分にこう、45度開いた状態で、体は整体している。 っていう風な形なんですけども、これは基本的に武芸の、えー、ベースです、えー。柔道であったりとか、あ武道の形の基本ですので、そういうことが学べるとなります。次にですね、戦せずして敵人を知ると。お要は、えー、脳の中にはですね、先ほど言いました、修羅門とかっていうのもありますように、えー、戦のが結構あるんですよね。そうなってくると、その戦に行くという、まあ、言ったら、うん、命を、 としていかなきゃいけないところに行かなくとも、この、おー、まあ、戦の、うん、陣であるとか、えー、そういうふうな戦の中身みたいなものを知ることができるとあります。次はですね、眺めずして草月をロすと。お要は、えー、草であるとか、えー、お月さん。 こういうふうなあのものをですね眺めなくとも頭の中にありありとその用曲を読むことによって、えー、想像することができるということです、えー、の脳の中にはですね、えー、草木草であるとか花であるとか、えー、木であるとかうんそういうふうなものをの、まあ、例えば幽霊みたいなものが出てきたりですとか、えー、そういうものが咲き乱れているとかであるいは月がうん 出てきたシーンっていうのはたくさんあります。月が、どういう月で、その月が一体何を照らしているのかっていうことで、あの、月を想像することができるわけですよね。で、えー、次にですね、習わずして角を知ると。お歌がたくさん出てきます。すごい数の歌なんですよね。で、えー、まあ、例えば、うん、あの、年末ですかね、えー、いいね、光源治くんっていうのが。 再放送されてて、僕、あの、ビデオ見て全部、ビデオ撮って全部見たんですけれども、おまさにそんな感じで、角をですよね。歌っていうのは、えー、まあ、心を伝える、あるいは、その自分の心を、おまあ、広く表現することがあ可能なんですよね。そんな風に、歌の心っていうものを、えー、習わすして知ることができるわけですね。ともなくして、赤両無とあるんですけれども、これはまあ、えー、 ちょっと僕も、はっきりとしたことはわからないです、えー。ちょっと難しい言葉なんで、えー、次のこの、こっち側と一緒にして考えてみましょうかね。酒、えー、なくしてうっきを散らむと。友をなくす、うん、気持ちというものは、実際、身に降りかかった時は非常に辛いものです。だけれども、その辛さだけを、この陽極によって得ることができる。ね こっち側の方は酒を飲まずして、その気持ち、うっけですね、うっ、うつきと言いますかね、えー、塞いだ心を晴らすことができるというふうなことです。老いにならずして孤児を知る。実際、私は46歳ですけれども、おを、年たけた方の その教えみたいなものは実際そこの年にならないとわからないはずなんだけれども老体のものを歌ったりすることによってその古い年たけた人の考え方、孤児をですね知ることができるとあります。 求めずして行為と交わる。ええー、まあ、例えばですね、簡単なんていう曲はそうですよね。曲中の中で眠ることによって、えー、自分が王様になっていくわけですよね、えー。あるいは鶴亀なんていうのも最初から皇帝の役で出てきますから、えー、自分はそんなところには実際には行き,行きつけことはできないけれども、おこういうふうに、洋曲の中で、えー、自分の位を上げることができるとあります。 次にですね、恋をせずして美人を思うと。お恋というのは非常に大変ですよね。えー、いろいろお難しいこともあります。だけれども、その恋の心みたいなものは、えー、洋曲の中に出てくるいろいろな男女間のお 物語を知ることによってその心を得ることができるんではないかということです。次にですね、祈らずして真徳を得ることができる。実際ですね、我々、今生きている我々、そ,のそこまで、その、神物に対する、この、思いっていうのは強く、 ない人が多いと思うんですよね。中にはそんなことはない人だってたくさんおられますけれども、えー、そうやって、あのー、神仏の、まあ、考え方みたいなものをちゃんと、こう、1から10まで勉強せずともですね、そういうふうな、得を得ることができるということです。 次も同じようなことなんですけど、フレーズして物理を得るとこと、仏様の教え、えー、仏教の教えみたいなものも、まあ、得ることができるというふうにあります。最後にですね、季節して体質健やかなりと、お非常に、えー、歌いを歌うことによってですね、えー、声を発しますし、えー、それによって気も晴れていく。ということで、この様々なことを、学ぶこと、それが全てが用曲にありますよ、ということです。 えーまあ、今回はですねこの「洋曲15曲」についてちょっとお話しさせていただきましたけれどもおこれ以外にもいろいろその洋曲歌いを歌うことで得ることはたくさんあ,りあると思います、えー、ほ,ほとんどの能楽師はお稽古をしておりますで私もおそうなんですけれどもこのお稽古をすることによって、えー、得ることができることですので、えー、ぜひともおまあ うん触れる機会がありましたら、お稽古も実際されている方もたくさんおられると思いますし、えー、そういう方にとってみれば、それを復習と言いますかね、えー、あの時にこんな歌いを歌ったのはこういう風な意味があるんじゃないかな、みたいなことを、この4曲15とこから逆に、えー、学び直していただいても結構ですし、または、 まだその用曲に触れたことのない脳を見たことがない方はですね、えー、脳を見ることあるいは少しちょっとステップアップして何か習ってみること歌ってみること,ことによって、えー、こういうふうな、うん、得を得ることができると思いますので、えー、そんなお話をさせていただきましたではですね、えー、今年もどうぞよろしくお願いいたしますまたあ次回の動画でお会いしましょう